許しはしない。みんなのためにハイパルポリス、ハイパルポリス、どうにかハイパルポリス。カタアラシ。2023年10月22日日曜日、気温 44.7 度、湿度 56%、 天気晴れ。秋にはいろんな花が咲いている。コスモスとかパンジーとか金木犀、彼岸花も咲いている。綺麗な花だね。そして最近の出来事は、そう、祖父が今春に提案した花を観察中。ああ、今春いい花だな。お前のおかげで花壇はやけに安心した。だが、いたずらを寄せ、絶対するな。いいか、これは命令だぞ。わかったよ、おじいちゃん。バオーン。なんだい、この黒くてまずいバラの卵。私のことを卵だと思ってるの、ニワトリくん。あ、いえいえ、エッグとは大違いなの、クロバラ嬢。うんだよね。金木犀も可愛い色だな。わお、ヘルプ、ブレザー逃げろ。プシしっかり私に捕まって。ゴー、寄せ、やめろ。この悲鳴はなんだ。これはクロバラ嬢の仕業じゃ。何の音だ、一緒に逃げればわかるよ。どうもんだ、ここは逃げてほしいだす。私はクロバラ嬢よ。カークローナンにある花を全部抜いてもらうよ。うわー、うわー、キューカカカ、うわー、なんだこれは。誰だこんなことを。コンハル、なんで花にいたずらすんの。死なねえよ。お前は黙ってちょうだい。みんなも暗いこと考えてるといい。お代官様、花がほとんどなくて残念無念。そうだな、大変です。皆さん、コンハルたちがクロバラ女王に捕まってます。助けてください。派手にやるぜ、あぶんぜ。イエーイ、さあやっちまえ。やめてください。行け、ハロドゴールデンランプ。とどめは我が輩だ。ありがとう、黄金なめこ。うわ、なに、まぶしいわね。わ、何してたんだろう。は、大丈夫かレスイ。まあ、足に血が出て痛い。あれ、足の血は治してもらう人がいればね。僕はどうしてた。本当ですね。大丈夫かい、ステップに。大丈夫だよ、ジェームス、ありがとう。わあ、点が荒れちゃっただす。そうだな、あれほどやりすぎたかも。コンハル、よかったら僕に乗ろうか。金木犀がある。独り占めしようっと。クロバラ嬢は一応お仕置きしておきました。ありがとう、ハドドド。ところでさ、父ちゃん、金木犀も育ってるといいんだが。抜いたら承知しねえからな。わかりました、トップアーマット卿。トーマス、レンガを早速積んできておくれ。はい、運んできます。2023年10月23日月曜日、気温 42.6 度、湿度 64%、 天気晴れ。またじいちゃんの花にいたずらして、花壇に大肥の山ができてる。もうあんないたずらやめなよ。次いたずらしたら追い出すから。わかった、俺はただ花を持ってきたかっただけなのに。しかも黒バラ女王が原因じゃないのかい。そうですね。つうか、あんな無邪気なことばかりめったにないっつーの。ポーン、おりゃー、
びっくりした。ビズゲンティさん、今からの層に寝ますよ。ご苦労さん、真後ろ。ん？ありゃ、なんでパンジーがあるんだ？おまけ館長がいない。今だ。おい、コンハル、俺の弟はどこに行ったんだ、こら。コンハルのお兄ちゃん、どうしたの？うちの弟はどこに行ったんだい？忘れた。コスモスとパンジーはどこにあったんだ？ビスゲティが料理に使ってんだよ。キクとブタクサはどこに行ったの、ナイジェル？お化け屋敷館長はカレーの匂いを嫌がりながら熱を出してるかも。やめろ、コンハル。俺のロビーをどうしてくれるんだ。呆れたな、ハンドリー。ガルーン。ボコ、今日はどうした？ブタクサにこだわって。こだわりなんかありません。ペリカンのナイジェルが持って行ったんですけど。どうしたの、ナイジェル。ハロヌのがかわいそうよ。ガルーンしているのが君だってのかい？え、俺がやったはずじゃない。ああ、もうヘタヘタだよ。マーニーゴールドは。ナスリーがナイジェルに命令されちゃってむしっちゃったのよ。みんな、今日はどうした？コンハルたちがヘリコプターのハルヌルに乗って、ビスゲッティの店の前にハルヌルガーニング変えて、どう思うんだ？それにナイジェル、結局どうなんだい？俺はカモメの数を数えてるのに、急に助けてと言われたんだけど、それをやったのがみんな俺のせいにしてきたんです。兄ちゃん、タヌキさんに聞かれた時なんて言ったの？俺はちょっとどこにあるか教えただけ。ビーバーどうした？海までナイジェルの仕事を邪魔させて。ナイジェルはただ傷ついただけだから。なるほどな。だがハルドは父の兄弟たちがハルドを助けてあげたんだぞ。うわー、ブレーキ止めねー。怪我はないか、ビル？ありがとうございます。コンハルのばあちゃんメガネさん、僕新米だとの途中に見ましたよ。そんな今日で姉がいだんだんしたのは。何言ってるんだ、ビル。俺たちはただ真面目だからな、ばあちゃん。あのナイジェルがやったふにをしたのはコンハネとそのペットたちです。なるほど、のさまにふんこはどうか。それはひどいね。コンハルー、こら。おい、待って、逃げるんじゃない。そうだ、自分の反省をしなさい。こらいた。後ろは壁だった。花にいたずらしたっき、鳥を騙した罰だ。ある日、町中もほとんど平和になり、花は安心して守れぬようになった。コンハルと祖父たちのペットだった。花は生き物なんだよ。知ってた？生き物を殺してるってことなんだよ。ナイジェル、大丈夫だったかい？ハロルド、やけにひどそうだったな。ありがとう、ヒロ。花にいたずらしてごめん。あの花壇は10年ほどあったのに反省したか？やけにいたずらが過ぎたな。みんなも花を大切にしてね。こんばんは。僕はうなぎ犬です。ワンワン。10月でも今年は暑い日がやってきましたね。もう大変ですよ。暑くなったのに、急に寒くなる時期って、変ですよね。ワンワン。